全米でデビューだったんですもんね。まだ、高校、あ、高校生、高校2年生の時ですね。もう本当に右も左もわからない。いや、そのぐらいわかるんじゃないですか、右と左は。お箸持つもんです、お箸持つねえ、お箸は持つものの例え、あの、あ、でも結構右と左たまにわからない。マジですか。ありますよ。それでは続いては倖田來未さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも倖ちゃんのデビューも2000年なんでしょ。そうなんです。だからもう、まあ、今ほぼ同期に近い。そうなんですよね。年齢的にも同じような年齢なんじゃないですか、多分。そうですよね。82年ですよ。同い年です。すごい夢のツーショットですよ。いやだから実在すんねやみたいな、なかなかテレビとか出られるね。そうです。だからほんまにはんねやっていう、うん、感じ。わかります、わかります。わかります。倖田來未さん、あの、でも倖田さんのこうなんか DVD 見たりとか。あ、そうですよ。もうライブとか。ね、もう私あの一回ライブにも見させていただいたことがあって。あ、ライブ見に行った。そんなこと全然知らなかったんですけど、ね、本当ですか。はい、あの A ネーションの時の、はい、時にちょっと見させて、すごいパワフル で、すごいやっぱり体力がすごい消耗するじゃないですか。だからすごいなって。で、実際お会いしたら結構小柄な方だったので、すごいびっくりしました。態度がでかいんで背が高く見られるんですけど。いやいや、面白かったですよ。おかしいな。